ヒップック2は、人では、ヒップック2遺伝子にコードされる酵素である。ヒップック2は、セリン、スレオニンキナーゼに分類され、ホメオドメイン型転写因子と相互作用する。ダークキナーゼと呼ばれる、プロテインキナーゼのファミリーに属する。このファミリー内では、ヒップック2はヒップック1やヒップック3と共に、ヒップックグループに属する。ヒップック2は、 様々な生物種に広く存在し、その遺伝子発現やアポトーシスにおける機能はいくつかの異なる機構によって調節されている。ヒップック2はヒップック1、ヒップック3と共に1998年に発見された。これらのヒップックは NK ホメオドメイン関連転写因子と相互作用する因子を産生する遺伝子の同定を目的とした。 ツーハイブリッド法によるスクリーニングから発見された。ツーハイブリッドスクリーニングは CDNA クローニングと共に行われ、ホメオドメイン型転写因子とマウス配 CDNA ライブラリーとマウスのホメオドメインタンパク質 NKX-1.2 を用いて探索が行われた。その結果、類似したタンパク質配列を持つ複数のクローンが発見され、それらがコードするタンパク質は ホメオドメインタンパク質と強く相互作用し、プロテインキナーゼに特徴的な活性部位を持つことが示された。こうした特徴からヒップックという名称が付けられた。2000年、ヒップックに遺伝子は人ゲノム中では7番染色体の長腕に位置することが発見された。マウスでは対応する遺伝子は6番染色体上に位置する。ヒップックが幅広い生物士官で、 進化的に保存された、タンパク質であることを示唆する証拠が存在する。人のヒップックの配列は、センチューシノーラブデュテスエレガンズのゲノム中の配列と、高い類似性が見られる。ヒップックは、酵母の IAK1 とも高い類似性が見られ、玉コりカビ属ディクタイアステリウムのキナーゼも、同じファミリーに属する。さらに、ヒップックは、 他の種のホメオタンパク質とも相互作用することが可能であり、上のスクリーニングから得られたヒップックは NKX-1.2 だけでなく、NKX-2.5 や症状場への NK1 や NK-3 とも相互作用した。ヒップックには犬、猫、羊、ゼブラフィッシュや、その他多くの種でも発見されている。ヒップックにはほぼての組織で発現しているが、 心臓、筋肉、腎臓で高度に発現しており、脳と神経組織で最も高いレベルで発現していることが示されている。人では生体組織に加えて肺発生の終盤でも発現しており、具体的には網膜、筋肉、神経組織で発現している。ヒップクには核内の核スペックルと呼ばれる構造体に存在している。また、PML ボディと呼ばれる 核内構造体とも結合している。ヒップック2は、主に核内に存在するが、細胞質に存在することもある。ヒップック2遺伝子は13個のエクソンからなり、全長は59.1キロバイトである。他のヒップックと、同じく、プロテインキナーゼドメイン、ホメオドメイン相互作用ドメイン、ペスト配列、ユアハートドメインを含んでいる。 選択的スプライシングによって3つの異なるメッセンジャー RNA が産生され、3つの異なるタンパク質アイソフォームが産生される。ヒップックにタンパク質の長さは1198アミノ酸で130.97ケダである。タンパク質中に最も豊富に含まれるアミノ酸はセリン、スレオニン、アラニンであり、タンパク質の全員アミノ酸の約30%を占める。 タンパク質は、その機能、調節、極材と直接的に関係した、いくつかの領域から構成されている。プロテインキナーゼドメインは、約330アミノ酸腸で、N 末端付近に位置する。キナーゼドメインに加えて、ヒップックには2つの各極材化シグナル、すも相互作用モチーフ、自己阻害ドメイン、転写、コリプレッサードメインを有する。 いくつかの相互作用ドメインも存在し、そのうちの一つは P53 と相互作用する。ヒップック2を各スペックルへ標的化するシグナルが存在し、ヒップック2の各スペックルへの保持を引き起こすスペックル保持配列も存在する。自己阻害ドメインは C マ端タンに位置し、指基チン VK1182 を含んでいる。 ヒップック2には2つの主要な機能が存在する。1つは NK ホメオドメイン転写因子のコリプレッサーとしての作用であり、転写因子の DNA 結合親和性を高めて転写抑制効果を高める。ヒップック2はホメオボックス遺伝子の調節液をすることで遺伝子発現調節に関与する。これらの遺伝子は転写因子をコードしており、それぞれ標的遺伝子を調節する。 ヒップック2のもう一つの機能は、シグナル伝達における作用であり、具体的には、プログラム細胞子を導く経路に関与する。ヒップック2は P53 と関係した機構、または異なる機構によって、アポトーシスを促進する。ヒップック2は P53 の S46 残機をリン酸化して活性化し、その結果アポトーシスを誘導する因子の転写が引き起こされる。 ヒップック2による P53 のリン酸化は P53 の負の調節因子である MD 平方メートルの結合を防ぎ機能的に重要な収縮である P53 の K382 のアセチル化にも必要である P53 の機能には適切なフォールディングが必要不可欠でありそれは亜鉛の存在に依存しているヒップック2は 亜鉛の調節に関与しているため、ヒップック2が存在しない場合、P53 は誤ったフォールディングを行う。ヒップック2は P53 の負の調節因子である CTBP1 や MD 平方メートルをリン酸化し、プロテアソームによる分解を導くことで、P53 の活性を間接的に上昇させる。また、ヒップックには、三回電子と交三回電子の双方の発言を、 調節することで活性酸素種に対する細胞応答を調節する能力を持つ。ヒップックには他のタンパク質や細胞条件、翻訳ご就職によっても調節される。DNA 損傷条件下ではヒップックには安定化されて性の調節を受ける。ヒップック2の活性はカスパーゼマイナス6の作用によって増大する。カスパーゼマイナス6は ヒップック2を D916 と D977 残機で切断する。その結果、自己阻害ドメインが除去されて、ヒップック2の活性は増大する。ヒップック2の活性は、チェックポイントキナーゼの作用によっても増大する。これらのキナーゼは、ヒップック2関連指チンリガーゼをリン酸化し、ヒップック2への結合を妨げる。その結果、指チンマイナスプロテアソーム経路による、 ヒップック2の分解が阻害される。酸化ストレス条件下では、ヒップック2のスモ化が防がれて、アセチル化が促進され、その結果アポトーシスを促進する機能が維持される。ヒップック2のアセチル化は P300 を介して行われる。ヒップック2の T880 と S882 のリン酸化は、他のキナーゼ、または自己リン酸化によって行われ。 ピン1のリクルートとヒップック2の安定化がもたらされ、その結果ヒップック2のアポトーシス機能は増大する。通常の条件下では、ヒップック2は不安定であり、負の調節を受けている。ヒップック2は、指チンマイナスプロテアソーム経路による調節を受ける。指チンリガーゼが、ヒップック2に結合し、K1182 残機のポリユビキチン化、プロテアソームへの極在。 その後のタンパク質分解が引き起こされる。ヒップックニに見られるペスト配列もタンパク質分解と関係している。ヒップック2の活性はハムガ1によってもダウンレギュレーションされ、ハムガ2はヒップック2を細胞質へ輸送する。酸化ストレス条件下ではヒップック2のスモ化が抑制されてアセチル化が促進され、ヒップックニは安定化されてアポトーシスが促進される。 P53 はヒップック2をまさにも負にも調節する。P53 はカスパーゼマイナス6遺伝子の3番目のイントロンに結合し遺伝子の活性化を促進する。その後カスパーゼマイナス6はヒップック2を活性化する。逆に P53 は指キチンリガーゼ MD 平方メートルを活性化することでヒップック2をダウンレギュレーションする。 MD 平方メートルとヒップック2の相互作用は、ヒップック2の指基沈化をもたらし、最終的にはヒップック2は分解される。スペックル保持配列に2つの変異が発見されており、いずれもミスセンス変異である。1つの変異は R868 ワットであり、野生型ではアルギニンである868番残機がトリプトファンへ置換されている。1つの変異は、 N958i であり、野生型ではアスパラギンである958番残機が、ソロイシンに置換されている。R868 ワット変異はシトシンから、チミンへの点変異。N958i 変異はアデニンからチミンへの点変異の結果生じたものである。R868 ワット変異は、エクソン12に、N958i は、 エクソン13にそれぞれ一致する。これらの変異は、ヒップック2の活性を低下させ、各スペックルへの極在に異常が生じる。スペックル保持配列は、ヒップック2の転写関連機能に必要であり、この配列の結出によって、機能は阻害される。ヒップック2の不適切な機能は、スペックル保持配列の変異によって、急性骨髄性白血病と骨髄異形成症候群の ヒップック2の過剰分解によって、アルツハイマー病のそれぞれ病理に関与していることが示唆されている。ヒップック2の組織発現パターンと一致して、ヒップック2の機能の喪失は人繊維化や心血管疾患への関与が示唆されている。ヒップック2は次に挙げる因子と相互作用する。ありがとうございます。